まあ、ゆいちゃん食べてないので、あのお腹減ってます。でもちょっとまだめんどくさくてご飯食べれませんでした。サインカーありがとう。ありがとうございます。とっても楽しかったね。私もありがとう。食べてからでも配信でもよかった。うん、ちょ、ごめん全然読めないじゃんえ、なんか配信したいなって思ったんだけど、多分ご飯食べたらもういいやってなっちゃうだろうし、あのちょっとご飯のお腹減ったけど優先順位が低かった、家の中で。誕生日じゃないんだって。スカイ丸見えみてから、そんなことあるんだ、嬉しい、ありがとう。これタワーなんだ、すいません。佐世保のてっちゃん、佐世保のてっちゃんありがとう。申し訳ない、ありがとうございます。けど誕生日じゃないのよ別に今日、マジであのさ、誕生日仕様になっちゃってんだけど、誕生日じゃないのでごめん、ありがとう。佐世保のてちゃんありがとう。あ、すごい、雪だよみたいな、雪玉だよみたいなシステム、ありがとう。誕生日じゃないんだって、やめてーやめてー。あ、ありがとう。誕生日当日の予定は多分できると思います。できなかったら申し訳ない、多分できると思うんですけど、多分できます、多分多分ね、できなかったら申し訳ない。かわいい、誕生日はケーキ用意して待ってるね。だってあんまりそう期待、あんまりそんなに期待しないでおいてほしい。そういう今の今までさ、あの何だっけ、ヘアバンド、前髪上げでヘアバンドしてたからさ、めっちゃ髪の毛ちゃん、なんかすごい、あ、前髪オープンだよみたいな感じでちょっと今日配信させていただきます。すぐあの終わりますけど、あー、なるほどね。こう定型目でこう押したら誕生日おめでとうってなる仕様になってんだ、これだったら。なるほどね。あと2日で誕生日、あ、写真集届いてよ、だって早速見たよ、ありがとう。誕生日当日多分見れないよって、別に全然そんなどうしても見てほしいみたいな、そういう気持ちで配信してるわけじゃないので、全然ありがとう。だから見てくれてる人はありがとう。蔦屋さんのボードは多分あると思います。なんかこの今ね、こういう時期ですし見に行ってくださいっていう風にはもちろん私も思いませんし、こう SNS とかでも喋るかどうかすごい迷ってたんですけど、そう、今日その写真集を、置かせていただき、コメント書きとかもさせていただいたので、もし、
渋谷つたやさんに用事があったとか、そういう方のみ覗いてみてください。あのわざわざそのためにこう出かけるとかはあんまり、なんかねこういう時期もあって見に来てほしいですっていう気持ちはもちろんあるんですけど、そのためにこう外出するとかっていうのは優位的にもあまりしてほしくないなとはとても思うので、そうですね、なんて言うんですかね、わざわざ用事作って出かけるとかはあんまりしてほしくないなとは少し思います。でもそうありがたいことに、置いていただけたので、渋谷さんの方の SNS で今載ってます。ぜひチェックしてみてください。初見です、ありがとう。直接諦めるかなって、全然そういう判断していただけてむしろ嬉しいというか、嬉しいはちょっと日本語として違うのかもしれないですけど、はい、もし通りかかったらこう覗いて見てくださいぐらいのスタンスでありがとうございます。かわいい写真集の横山まぶしすぎてページがなかなか進みませんでした、ありがとう、嬉しい。横山は身長160cm、月曜日ショールーム、誕生日当日は多分できると思うのでしたいと思いますが、多分なのでちょっとできなかったらごめんなさいおえー、ゆうと誕生日一緒なんだって、おめでとう。教授に感想文書くってはあ、昨日夜中にこうメールで書きたいこと書こうかなって話してたんですけど、あの文自体はもうほんと何週間も前から書いてて、で送ろうか送らないかってずっと悩んでて、で意を決し送ることにしたんだけどそうなので、そういう感じなんだなって思ってもらえたら嬉しいな。首映ったなってそうだねスタッフさんのあれ通ってよかったです伝えられてそう SNS どうたらこうたらっていうのはそうずっと思ってて、でその自然災害とかはたまたこう違ういろんな何でもアクション起こった時に何か書かなきゃいけないみたいな、それはすごい苦手で、いろんな意見あると思うんですけど、まあそういう感じだよみたいな。
まあそう SNS の使い方じゃないけど、まあそのさ SNS なんてさ、なんて言うんだろう、自分の使いたいように使うのがもちろん一番だし、ゆうがどうこう言ったからってどうこうなるものでもないっていうのももちろん分かった上でこう話しさせていただいたけど、そう、まあそういう思いなんだなと思って聞いてもらえたら嬉しいかなと思ってお話ししました。誕生日おめでとう。そう、誕生日じゃないんだけどね。ありがとう。申し訳ない。ああ、首いっぱい。無理しない程度にやってくれれば嬉しい。だから無理、そう、あのさ、ありがとう。すごいみんなさ喋ってくれるんだけどさ、無理しない程度にやってんのよ。本当に本当に申し訳ないなって思うんだけど、メール3日送らないとか、ツイッターは今こうカウントダウンしかやってないし、インスタもこう何毎日投稿してるわけじゃないし、投稿したいものだけ投稿してるし、ゆいのペースで SNS を使ってんのよ。そう、使ってんのよ。だからそこに関してはこうみんなが心配するように、ゆいが無理してこうなんか更新してるんじゃないかとか思わなくていいんだけど、ゆいがこう書きたい時に書いてるんだけどね。そうなんだけど、そうちょっとまあこの前の地震とかもさあったりして、こう書きたいというかこう喋りたいこと、こう思ってたこととか書かない方がいいかなと思ってやめてたけど、ちょっと溢れ出てしまったね。もっと減っても耐えれるよ。だって、いやありがとう。そうか、もう雪だるま、どっちにでも嬉しい、特に気にしないで、気になんない別にあんまり。いや、うーん、まあ重大じゃなくなるっていうことに対してまあ特段思うこともなく、人はこう年を取る生き物ですから、こう、まあ、綺麗に年取れたらいいなと思います。チャレンジしたいこと、チャレンジしたいことか、なんか何歳だからこれやりたいっていうのは今のところなく、年をこう重ねていくうちにもしかしたら見つかるかもしれないけど、今のところなく、ね、めっちゃ雪玉飛んでる。やばい。そう、なんか特に今のところ何歳だから何やりたいみたいなのはないです。めっちゃ飛んでんだよね。そうなのよ、先からみんなして雪合戦してんだよね。やばい、ありがとうね、申し訳ない、ありがとう。コーヒー飲めるようになりたいとか特にないですね。飲めないのは仕方ないですし、755コメント考えてたらショールマージャンってたらって、そう、なんかさ文字でこう喋る方がいろいろ考えてこう
発言発信できるっていう点もあって、時間はかかるけど時間かかるけど、こうちゃんと考えたいことを発信できるっていうのも、そういうものもあるんだけど、なんだかんだこう今は喋りたいことがまとまってない状況で、でもこう発信したいことがあるなと思って今ショールーム始めたんですけど、そうありがとう、考えてくれて。私になったから、そうね、すぐこう何か考えが変わるわけでもないし、まあでもこう一日一日思考とか考えとか意見とか意思とかは変わるもんだとは思うので、その日見たものとかで全然変わってくると思うので、もしこう二十歳当日にさ考えとか変わるかもしれないけど、今んとこないですね。あのいいコメントを心がけない、いいのいいの、違うの、なんて言うんだろう、難しいんだけどさ、素敵なコメントだけをしてほしいって言ってるわけじゃなくて、ゆうが話してるのはとか、ネガティブなこと書くなとか、そういうことが言いたいわけじゃないんだけど、そう難しいよねだからってその発信みんながこう喋る頻度とかスピードを下げてほしいわけじゃなくて、コメントとかなんかそういうのとかもどん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 してほしいなって思ってるし、そういうことじゃないんだけど、ただゆいもそう、もちろんそう、こう世界に書いてしまってるので、そういうのもまあ頭の片隅に置きながら生活して、まあ損はないんじゃないかなとは思います。自分の発言には責任を持ってってことかな。だってなんかさ難しいよね、こういろんな角度の価値観も違いますし、もちろんその何が正解とかもないんだけど、発言にこう責任を持つのは、まあ、もちろんそうだなとも思いますし、基本的に SNS 自体を自分の本名と顔でこう SNS やってる人の方がもう少ないと思うんですよ。なのでこう人のそれも踏まえぜひコメントって全部見てるんですか、だって大体全部見てると思います。こうなんかこう疲れて SNS 開いてない期間とかは見れてないかもしれないけど、大体全部見てます。755のコメントはもう別に書きたいことたくさん書いてくださいで語ってほしいな。だってなんかなんだろう、本音って言ってもさ、いろんな本音があるし、別に本音じゃない部分をみんなに伝えてるわけじゃなくて、ゆいの本音でこうお話しさせて書かせてもらってるけど、わざわざゆいがこのゆいは何が表とか裏とかそれをこう判断するのも難しいんだけど、今回はそういう言葉を使わせてもらうね。そのゆいはこのなんていうの、表に立つ人間なので、こう顔を出してみんなの前でこう喋る人間なので、何喋ろうとしたか忘れちゃったそう人なので、こうわざわざネガティブなことを書いたりだとか嫌なこととか書くメリットがないと思ってるんですよ。それを書くことに対していい点がない、まずね。なので基本的にみんなの前では、まあこの
友達とかメンバーにも対してもそうだけど、マイナスなことを言う必要がないと思ってるので、それをみんなの前で発信したいとか発信しようとは今思ってないです。なので今後もそういう部分に対しては書かないと思いますし、今日みたいなもう溢れ出ちゃったっていう日は本当にごめん、こう書きたいなと思ったことは書かせてもらうかもしれないんだけど、そういう愚痴だったりとかそういうのを書こうとは思ってません。ただその今日みたいな溢れ出てしまった気持ちだったりとかそういうことに対しては今後また書くかもしれないので、そうなったらあまたなんか書いてるなと思って見てください。です。2年に一度待っときなさいってありがとう。そう、そういう感じかな。なんかゆんが話したかったことは、もう全部私なのよ。こう落ち込むのも私だし、みんなに話したいこと話してる私も私だし、それはみんなもそうだと思うんだけど、いろんな自分がいる中で生活してると思うんだけども、そうなので、めっちゃ自分の投稿見返しただって。ごめん。ありがとう。別にでもさ、すごい一つ言わせてほしいんだけど、こう例えばさ、人に嫌われてるかもとか自分なんかしてるかもって思ってる人って、実際そんな日頃から多分そういうのが頭の片隅にありながら生活してると思うから、なんだかんだそういうこと100してないとは言い切れないと思うけど、なんだかんだそういうことはしてないと思うんだよね。こうゆいは今まで出会ってきた人はそういう人が多い、まあ、ゆいが出会ってきた人なんてさ、ほんと根気しかいないけど、あれ自分大丈夫だっけとか、あれどうだったんだろうってなる人は多分ね、日頃からそういうこと考えながら生活してるんだと思う。3回名前呼ばれて幸せやっただって、ありがとう。アイコン変えたよだって。アイコンを変えてほしいとかっていう風気持ちで書いたわけじゃないんだよ。まあそうやって捉えられるかもなと思って書いた部分もあるんだけど、そういうことでアイコン変えてほしいですって思って書いたわけではなくて、そのもちろん自分の発言もだし、人の顔もこう使ってお話ししてるよっていうのを、まあ、片隅に置きながらこう SNS 使ってねっていうこと。そう、アイコン変えてねって言いたいわけじゃなかったの。そういうの考えすぎて定期的に追消ししてしまうだって。別に追消し自体が悪いことだとはゆいは思わないし、ゆいもよくする。755でもするし、インスタとかでも結構します。まあインスタの場合はこう、あ、なんか嫌だって思った人いるかなっていう投稿じゃないけど、ただただ消します。なんだろう、万が一迷惑かな、かけたくないからですだって。わかんない、ありがとう。そう、なんかアイコンだけじゃないけど、そう、まあ、ゆいの発言が全てだと思わないし、そうやって思って生活もしてほしくないし、
まあ、そうやって言う思ってる人もいるんだなっていうぐらいでいいの。ゆいが全てだって思ってほしくないし、そう、なんかね、そう、人に迷惑をかけないで生きようっていうのもさ、そういう言葉があるじゃないですか。こう日本って比較的そういう思考が多いなって思うんですよ。なんか迷惑かけるなってもう言いたいわけじゃない、まあ、どっかでもしかしたらそういう気持ちがゼロじゃないかもしれないんだけど、そういうことを伝えたくてお話ししたわけじゃなくて、こう、なんだろう、なんだろう、例えばだよ、ゆいのことを広めたいっていう気持ちのために、それこそ渋谷を何人のグループ、何十人のグループで練り歩いて、横山ゆいよろしくお願いしますってこう叫びながら歩きます。そういう迷惑はもうかけないでほしい。ゆいに迷惑じゃなくて人に迷惑かけること、そういうのはこうしないでほしいなって思います。じゃなくて、例えばゆいのために何かやってくれたとか、ゆいのことを思ってこうなんか行動してくれてるとかすごい嬉しいんだけど、選挙か、違う違う違う、それはさ、そういうちゃんとさ、こうあれがあってしてるじゃないですか。そうじゃなくてね、そうじゃなくて、あ、すごい、ゆいの例え話が悪かったかな。その選挙批判とかそういうことしたいんじゃなくて、そのなんだろう、難しい、例え話が悪かったね、確かに今のは。確かに、あくまで例え、そう、そういうのはあれなの、違うのじゃなくて、まあ、例えば違うこと でそれもその人たちからしたら、もしかしたらゆいのことを広めたいだとか、ゆいのことをこう応援したいという気持ちでやってくれてるのかもしれないんだけど、そういうのはやめてほしい。そうじゃなくて、例えばこう、なんだろう、それこそあの会社挟んでなんかやってくれましたとか、こう動画作ってくれましたとか、動画もこう人によっていい悪いあると思うんだけど、こう自分の画像使ってほしくないとか、動画の結局切り取りになっちゃうからさ、良くないといえば良くないかもしれないんだけど、別にそういうのが嫌ですって言ってるわけじゃなくて、そのまあいろんなね、こうあの、そう、ただちょっとこう一回俯瞰、なんていうんだっけ、日本語が違うかな、そういうのが一回してこう見てほしいなって思います。そう、でもそのゆいのためにこう何かこう動いてくださってる方とかもこうすごい見えてますし、すごいありがたいなと思って嬉しいなと思ってます。はい、そう、なので人にそう迷惑かけるなっていう話だったよね、ごめんね脱線して。人に迷惑かけるなって、迷惑かけないでさ、こう生活できるわけないので、なんだろう、ゆいもこう受け入れて生活したいなとは思うんですけど、あのまあこう一旦んって思ってあれしようみたいな感じ。そう、でもさ難しいよね、そのさ線引きだったりさ、どっからどうなのでみたいなさ、境界線みたいなのもしっかりあるわけじゃないから、これは何かあったのかなだって、そうだよね、こうやって話すとさ何かあったって思われるよね。別に特段何かあったわけじゃなくて、日頃ゆいがこう思ってることを喋ってるの。
言葉ね、そうなんだよね。ましてやゆいはさ、言葉とかもさたくさん知ってるわけじゃないしさ、構成組み立てるのも下手くそだしさ、なので上手にこう話できてないなっていう自覚はあるんだけど、なんで言う言葉足らずなのでうまく伝えられてるかとかすごい不安になるんですけど、ツイートだけじゃないんですよ。そんなさ、そんなツイッターとかっていうことに対して喋ってるわけじゃないけど、まあツイッターはさ140文字でこうつぶやくっていうのがテーマなので、もちろんこういろんな気持ちを話したくなるっていうのも分かるんですけど、まあこう自分がマイナスになることを書くメリットが言うには分からないので、どうなんだろう、そのメリットとかそういう気持ちで SNS してるわけじゃないのかな。こんばんは。まあって言っても SNS は個人的にこう使いたい使い方でどうぞとしかもう喋られないので難しいですけど、そんなんだよね、こういい人って思われたいわけじゃなくて、ただこう書きたい吐き出したいっていう気持ちで書いてる人ももちろんいると思いますので、その弱音吐くなとか何書くなとかって言いたいわけじゃないです。じゃなくてまあいろんな人が見てるよっていうそう、それはもちろん。何が正解とかもないので難しいよね。まあだから、まあ、ゆいの価値観はそういう価値観だよっていうことだけそれだけ伝えますよ今日はいろんな考え思考価値観あると思うので、それをわざわざゆいに合わせる必要はないです。ゆいがこう喋ってたからっていう言い方も良くないと思いますし、だから何っていうのが正解だと思うんですよ。なのでゆいがこう喋ってたからどうこうっていうあれじゃなくて、まあ、横山はそういう価値観の人なんだなって思ってください。はい、そういう感じね。そう、あんまり配信とかさしないからさ、喋ってるゆい見るのもなかなかないかな。日本語を知らないため使用するときはいつも間違えるのを恐れることはしていますだって。いやーなんてこと、かわいいかわいいって言われたくないかも、ごめん失礼しましたでもすごいこの国の言語を超え思いを伝えてくれるのはとっても嬉しいです。ありがとう、感謝してますいつも。正座して聞いてしまったぞだって別にそんな大した内容じゃないよ大人になったなだってゆうはもうあと2日で20歳だからね、まあ、横山はこう10代っていういろんな物事を吸収する年に、普段っていうか基本は学校っていう狭い中で生活すると思うんですけど、
家の場合はその学校プラスこの芸能っていう仕事でいろんな人と出会っていろんな人を見てっていう中で、まあ、確かにいろんなものを勉強できたなんてすごい思うので、そういうのでは確かにこう大人の人と対等に話ができるって思ってないよ。もちろん生意気な部分もめちゃくちゃあると思うし、そのおかげでこう分かんないこともたくさんありますけどまあでも結衣の中でのこう生きていく中でこう生きたいとかこう思いたい思うそういうどういう人間になりたいっていうのが一本できたので日々変わりますけど、なので、まあ、すごい素敵な人生だなっていうふうに思います。すごい、食事制限したら12キロ落ちたって、やば、なんか落としすぎや、気をつけてね気をつけてください。考え方大人だね。だって大人じゃない、大人ぶってるだけだと思いますよ全然大人じゃない確かに年明けてからってやばない？大丈夫かな。あー嬉しい、今日も写真集見てから寝ますだって、ありがとう嬉しい。明日誕生日、あ、21、大人ぶるゆうちゃんかわいい、そう大人ぶってるだけだと思いますよ。こうやって喋ってるけどすごいこう感情が高ぶる日もありますし、ただゆいがどういう人間になりたいかとかっていうのは日頃から考えて行動してるので、大人ぶってるだけいいです。そんな、いや、まあ、ありがとう。かわいい、ゆいの心に響くようなコメント出したいよ、だってありがとう。ゆい結構感受性豊かなタイプだから結構何でも心もきますよ、ありがとう。自分の19歳の時を振り返って反省してしまうよね、だってゆいもそんな大した人間じゃないです。いいんです、みんなは自分の人生悔い残らないように。でもなんかこの前さ、こう配信してゆいは悔い残らないようにって思って生活生きてるんだけど、なんか悔い残るのも人生だよっていうコメントがあって、すごいめっちゃ深くてゆいちょっと感動しちゃった。それにもなんかゆうは今こう10代20代ってこう全力でもちろん生きていくつもりだけど、そう、後悔も人生だよって、すごい素敵って言われたくないかもしれないけど大人だなって思いました。でもそれは視野というか価値観広がった。深いよね、ゆいはさ、こう今はこう、それが悪いこととは自分でも思わないよ。後悔しないように、どうせ人生一回後悔しないように、こう遠慮せずに頑張りたいっていうふうには思ってるんだけど、それ聞いた時にすごい深いなって思いました。ね、こう大人の方なんだろうなってすごい、それ一文だけですごい思っちゃった
たい人間になりたいぜ。だってみんな深いですみんな深いのよ。あー嬉しい。公開しないように言うチャンネルだって。ありがとう、嬉しい。なんかさ、プレゼントとかもそうなんだけど、なんかゆいがさ、ゆいのことを考えて何かをしてくれてるってさ、でもすごいありがたいなってすごい日々思ってて、なんかそう、手紙とかもゆいがこう直接、なんだろう、今は会えてないけどそれでもこうお手紙くれたとか、プレゼントしてくれたとか、こう、なんだろう、そういうのってみんな何がいいのとかすごい聞くんだけどさ何でも嬉しいのよ、本当にすごいありがたいなって思ってますよ。プライベートでもゆいのこと、ああ思ってるんだなとか、プライベートでゆいの何かこう、その絵とかも出しさ、何かこう企画してくれたりさ、ありがたいなって思ってますよ。環境が人を作るんかな、多分。だってそれは多分めちゃくちゃあると思いますよそうじゃない人もこうたまにたまにこう乱れするけど、基本的にはその時の環境、こう出会った人とか教えてもらった先生とか周りにいた友達とか、そういうので全然変わってくると思います。1年で一番悩むんだって自分のことで悩んでやばい、自分のことで悩んで。ゆいのことしてからゆいのこと考えない日はない。だってありがとう、すごい嬉しいけど、あの、ありがとう。素敵な1年になるといいね。だってありがとう。まあでもなんだかんだこう後ろ見た時には一瞬です、全部素敵な思い出になってるから、まあいろんな物事に感謝して生活する1年にしたいと思います。明日の最近だけど、だっては全然嬉しい、ありがとう、ありがたいです。すごいありがとう、なんかみんなの人生に影響を与えられてるみたいで、すごい嬉しいです。まあそんなこんな、ちょっと今日は真面目な配信になっちゃってちょっと申し訳ないなと思いながら、久しぶりにこう違う私の伝えたいことも伝えられて、昨日は楽しかった楽しかった、一日通して、一日通して楽しかった。真面目な配信好きですね。とありがとう。深い話聞くのめっちゃ好き。別に深くないよ全然深くない、全然深くないです、ペラペラ。でもなんかこうさ、
すごい悩んでる人、いや悩まない人なんてもちろんいないしさ、でもこう価値観変えたいですとかさ、こう自分なんで生きてるか分かんないですみたいな人、こう質問と箱とか言うとめっちゃ多いんだけど、いや分かる分かる分かる、そう思うのは仕方ないし、こう人こう生きてる中でこう亡くなったことないのでそう思ってしまうのは仕方ないだけど、仕方ないなってもちろん思うんだけど、あのゆいはさ、読んでない自分がこういうのはめちゃ変なんだけど、本読んでる人ってやっぱすごいなって思う。こうやっぱいろんな人の書いてる本で、そう自分次第、そういうことなんですよ。全部脳みそでさ、こうメンタルとかも結局はさ、脳みそから自分の思考でそうなってるから、こう自分の世界に閉じこもって自分がこう悩んで生活してるのも苦しいんだったら、いろんな人の話聞くのとか本読むのってすごい大事なんだなってめっちゃ思う。人の話聞きすぎるのもどうかと思うけどね、自分が本当に大事だと思うことだけ聞いて、こうまあみんな楽しく生きようねみたいなそう、ほんと横山の質問めっちゃ来るんだよね。そうみんな、まあの楽しく生きようみたいな感じで、趣味読書ですって言いたかった。めっちゃわかる。ゆいもさ、活字とか読めないんだけど、こうさ、めっちゃすごい人たちがさ本って出してるじゃないですか。ゆいなんかに話聞くより100倍いいから、いろんな人の話とか価値観とか、違う価値観とかももちろんこう聞いて見て、それを自分に取り入れるかどうかは別としてね、そういう考えがあるんだって知れること自体が自分の視野を広げるきっかけだと思うので、みんな、まあ、とりあえずなんかいろんな人の話とか本とか見たらいいんじゃないって最近すごい思う。趣味読書です、かっけえマジかっこいい。最近読んだ本、漫画漫画そう、そうね。最近読んだ本は写真集です。そうだ、家も写真集かも自分のしかもやばい。最近も漫画を見るのですかって、最近はね、でも本当になんかあの買ってる漫画が最新刊出たらこう読んでますけど、近々ではね、何読んだかな、なんか新しい本とかじゃなくて読み直したのが近々かな、一番近いかも。新春の感想文ぜひ待ってますよ、読みます全部。あ、クロステリー見ただっていいですね。そうね、ラノベ系は読まない。そうゆいね、ラノベ系読んでないんですよ、見てない。そうだ、活字が苦手なので、あのなかなか皆さんないんだけど、そうなんですよ。でもこう
いろんな人の世界に触れれる本ってすごいなって最近思うので、別に中身だからそう思ったとかじゃなくて、数百年前の話とかに触れれるってやばくねってこの前ふって思ったんですよね。本すごくねと思って。なのですぐにとは言わないですけど、本読めるようになりたいなって思ってます。最近音楽は、音楽何聴いてますかね。流行りとこだと、なんだっけ、まあ、歌っちゃうダメです。歌ったら怒られるので、なんだっけ、東京フラッシュとかのバンドさんってこう3曲あれに入ってますね、最近入れたのは。おやすみなさい。オンラインサイン会ありがとう。いや、こちらこそありがとうございます。嬉しい。友達もゆいの写真集買ってよかったって話してたって、ありがとう、ありがとうございます。置く数百年前どころか、置くって今2021年でしょ、やばやばえ、まあいろいろありますけど、2021年はキリストが誕生してから2021年って言われてるので、キリストってさ、こうキリスト教で神様じゃないですか。神様が生まれる前の地球を研究してるってこと？やばいね、めっちゃすごい。確かにそういう歴史も留学を生きてる中ではちゃんと勉強がした方がいいことなのかもしれないな。お、ありがとう。恐竜とかそれ以前が生きていた地球です。やばいね、やばくね、すごくねすごい。マンディリンゴ見てたから共演中です。だってマジでユイは本当にちょっと今思い出しても涙出そうになるぐらい感動した。昨日は本当に、あの横山は小学校3年生から中学校1年生までダンスやってて、ですごいありがたいことにすごい頑張ってて、でこう東北で一番大きいって言われてる大会とかにもこう本戦で出場したりっていうのをラスト2年ぐらいはこうしてたんですけど、あのって言っても全然ペッペちゃないんですよ。全然ね、何も下手っぴで、でその時にゆいがこう大会とか見てたり、こう SNS とかでもさ、こう載ってるわけですよ。バトルって言われるものだったり、コンテストって言われるものだったりがこういっぱい載ってて、それで見てた、ゆいがその頃ガチでめっちゃ見てた人たちが目の前にいて、えっと思って、あれゆい、えってなって、あのそう、ゆいがこう芸能界に入ってから憧れた人とかじゃなくて、小学生中学生の頃から見てた人が目の前にいると思って、すごいめっちゃやばかったっす昨日は。マジで、あの息できないみたいな、なんかほんとなんか憧れっていうより、まあ憧れでその時は見てたんだけど、いやうーまやばみたいな感じで見てたんだけど、あれゆい動画で見てた人今目の前にいるなと思って、すごい人たちばっかりなんです本当に。レジットはなんかちょうど年代、同年代で活躍、本当キッズ時代から本当に日本とか世界とかで
活躍してた方々たちが集まったチームなので、レジットはなんかこう、もちろんグループでもすごいんですけど、グループですごいというよりも個々の才能がやばいチームなんですよ。あれゆいあれと思って、昨日マジでめっちゃすごい、なんか夢だったんかなって思うぐらいすごい時間でした。あ、今思い出しても震える幸せでした。現実なんだと思えない、本当に。ちゃんとお話できたら、だってなんか、あ、それはあのアンロケ見たら分かると思います。もう、ま、あアンロケ見たら分かると思います。今思い出しても息苦しいすごい。ヒーシュさんもあのなんか、ヒーシュさんはすごいなんかオリラジさんの、あっちゃんさんの弟っていうので、すごいなんかこうジャパンに、日本にすごい有名に、世間の方にも有名になったなと思うんですけど、あのまずそのなんていうの、あー上手に説明できない、ごめんね、こう気持ちが高ぶっちゃって声がどっか行っちゃったそう、なんか本当にすごいんですよ。なのであのすごいちょっとドキドキしました。すごい幸せでした。そう、語彙力が追いつかないすごい、いや今早口で喋ってた気がする自分の語彙力とこの脳みそでこう伝えたい情報量が多すぎて申し訳ないそう、あのでも本当にすごい幸せでした。マジでアンロケ神って何回も言いました、アンロケスタッフさんにありがとうございますという形で、まあ、D リーグめっちゃ熱いので、ぜひまだ見てないよって方は見てみてください。ダンスわかんない方でも楽しめるんじゃないかなと思います。で本当にリーグなので、 J リーグとかあのスポーツと一緒です。ダンスのそのリーグ戦なので、ぜひこれからもっともっと熱くなると思うので見てください。そりゃそうでしょすごい幸せだったな。そうで、昨日はそのアンロケのお仕事と違うお仕事2つしたんですけど、そのどっちのお仕事もすごい楽しくて、ぜひ少々お待ちください。片方の仕事は秘密だって。あ、なんかね、別にあれやと思うよ、すぐ出ると思うよ。なんか今こうポンっては喋れないけど待って、そんなさ、だってさそう、写真撮ってもらいますみたいな感じになったけどさ、ゆえもガチガチでさ、もう本当にこうなんかこうスタッフさんの粋な計らいで写真集を持ってきてくださってて、こう写真集渡させて本当にいただいたんですけど、本当に申し訳ないなんて気持ちでいっぱいで、本当に私の写真集がその皆様の手元に渡るって思って、ゆえはちょっとどういう気持ちになっていいかわからない。なんかもう嬉しいとかじゃなくて、本当になんかもうすごいあってなっちゃった本当に。すごい
すごいでもいい方たちばかりでこう受け取ってくださって本当にありがたかったです。なんとなく言いたいことわかる、わかる、わかりますか、わかってほしいんだけど、あの本当にでもすごい幸せでした、ありがとうございますという形でぜひあのロケ見てください。そうそうでした。でも昨日はそう一日通してすごい楽しい一日でした。今日もすごい楽しくて幸せいっぱいでした。え23時52分ゆいさん何を話してたのか、30分ぐらいでちょっと終わろうかなって思ってたんですけど、ちょっとお話ししすぎちゃいました。まあでもこういうのを話ししたいこととかどう皆様にこう伝わったかっていうのはいまいちゆいにはこう分かんないんですけども、まあもう全部が全部伝わると思って書いてないですし、でもこうだからといって何かこうやめてほしいとかって思って書いてるわけじゃないので、まあそうですね、ゆいの価値観はそういう価値観だぞっていうことでちょっと見ていただけたら嬉しいなっていうお話でした。いつもの、そうね、なんかなんだかんだ長くやっちゃいました、申し訳ない、見てくれた方ありがとうございます。あ、お腹減った、ね、みんなは夜ご飯食べました？食べましたよね。ありがとうだって、いや、こちらこそありがとう。何食べよう、食べるものあるかな。すごい、朝ごはん待ってか、待するの、待って食べて、まあでも食べてなんて言うが喋ることじゃないけど、朝ごはん楽しみだって。でも確かにそういう楽しみって思ったら確かに素敵かも。今食べてるなって、たこ焼き食べた、いいね。鶏肉のポン酢に混ざるよだって、食べる。餃子食べました、いいですね。じゃがりこ食べた、いいですね。はい、こうゆいの写真とか使ってほしくないっていう気持ちじゃないんですけど、なんかさ難しいんだよね、何が良くて何がダメっていう線引きもめちゃ難しいし、ゆいが基本的に自分で載せてる写真自体はこう皆さんにこう自由に使っていただいても問題ないなと思うんですけど、そのさ難しいんだよね、スクショだとかこの配信をまた違う SNS に載せるとか、そういうのもこうちょっと自分の中で答えを出してそのうちお話できたらなと思うんですけど、何が良くて何がダメとかっていうのはさ難しいじゃないですか。そう、で世の中的にも世間的にもこういろいろその今 SNS の時代でこういろんなところが難しくなってくると思うので、そうまだ世の中で答えがまとまってないので、何がいい何がダメってこう喋れないのはすごい申し訳ないんですけど、そう、そういうところも考えて考えてんだけどね、考えて数年答え出てないんだけど、まあこうちゃんと考えていけたらなと思います。メールの転載はダメだよね。あ、そうですね。それはこうそれはこう公言して喋りたいんですけど、こうゆいのプライベートメールはこうメール取ってくださってる方だけにこう当てた内容になってますので。
そちらに関してはこうまあ自分のうちに止めておいてほしいなと思います。遊びに来てありがとう。うわっやばい、あと4分すごい、ありがとう。なかなかこの日付変わるギリギリまでやったのも久しぶりだったような気がします。では読みたいと思います。ランキング13位は、ホッシーアットマーク最高の推し横ちゃんに抱いてハッピーな時代ありがとう、嬉しいです。12位ホンちゃんありがとう。11位カミュアットマークゆいちゃん世界一の推し、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。10位はケイタありがとう。9位、カッキー焼き鳥連合オレンジか横山ゆいちおしハッシュタグ今日もお疲れ様、ありがとうございます、今日もありがとう、嬉しかったです。8位、ほうこ本当にキスしてくれません。3位ありがとう今日のねアットマーク本館ということで、そうキスしません、ありがとう。でもオンラインサイン会ありがとうございましたはい、7位は、宇宙のムリリンありがとうございます。6位ポッティアットマークオンラインイベありがポッティありがポッティはい、5位はアギありがとうございます。4位みつるアットマークゆいちゃん今日も素敵だったわありがとうございます。ありがとう。3位ともアットマーク横ちゃん推しありがとう。2位、カンタアットマークカンカンありがとうございます。そして1位は佐世保のてっちゃんです、ありがとうありがとうございます。明日もお仕事はお昼からなので、これからお風呂入ってご飯食べて寝ます。みんなもありがとう、見に来てくれて、ぜひまた見に来てね、ありがとうございました。まだお話できて嬉しかったです。でもみんなの気持ちは多分届いてますたくさんこれからもコメントとかも Twitter とかも待ってます、見てます、ありがとう。みんなのために講座してくれていることは嬉しいです、ありがとうございます。はい、またねおやすみバイバイ、おやすみなさい。